も一日終わったね。お疲れさん。ねえケイちゃん、ちょっといいかな。なんだよ、改まって。さてと、今日は快速にのっとり部員の諸君に是非を問いたい。彼、前原圭一君を新たな部員として我らの部活動に加えたいのだが、いかがだろうか。レナは意義なし。圭一さんごときでは役者不足でございましてよ。僕も里子も賛成しますですよ。全会一致、おめでとう。前原圭一君、君に栄えある我が部への入部試験を許可する。順を追って説明しろ。俺はまだ入るとは言ってないぞ。何の部活だ。我が部はだな、複雑化する社会に対応するため。一生懸命頑張ってるの。レナさんは甘えてますわ。弱い者は食い尽くされるのが世の常でございますわ。つまりみんなでゲームして遊ぶ部活なのです。要するにこの部活はミオンの趣味、ゲーム収集をフル活用し、様々なゲームを遊ぶというわけだ。その日その日によって、一番勝った者に賞があったり、一番負けた者に罰ゲームがあったりと、いろいろあるらしい。先に断っとくけど、ままごと遊びみたいなレベルじゃないからね。一生いっぱいに命がかかってるくらい本気でかかった方がいいよ。楽しくやれればいいじゃないか。そうすごくないよ。快速第1条、狙うのは1位のみ。遊びだからなんていういい加減なプレーは許さない。快速第2条、そのためにはあらゆる努力をすることが義務付けられておりますのよ。里子が言うとどんな手段を使ってもいいと言ってるように聞こえるな。もちろん僕も頑張りますです。なるほど、優勝を争うゲームに楽しければいいやなんていう考え方はアンフェアだ。よし、俺も本気でやってやるぜ。難しいゲームはケイちゃんだけに不利だからね。今日は誰にでも分かるゲームにしよう。よし、決めた。トランプのジジ抜きで勝負。やっぱり罰ゲームがないと燃えないよね。今回はビリの部員にマジックで落書きの刑でどう。上等でございますわ。山から一枚カードを抜いて、それじゃ残りをみんなに配るね。ま、終盤にならないと何のカードがジョーカーなのかわからないし、最初はどうしようもないよな。あれ、なんだこの雰囲気は。互いのカードを睨み合って伺い合ってる。まるで伏せたカードが見えているような。なあ、このトランプ結構傷物だろ。まさかみんなにはその傷でそれぞれが何のカードか分かってる。快速第2条ですわ。圭一さんも勝つために最善の努力をなさいませ。いくつかのカードは特徴的だから圭一くんにもすぐ覚えられるよ。上等だぜ。この程度でハンデになると思うなよ。貴様らの油断を逆手に取って返り討ちにしてやるぜ。しかしそんな何の根拠もない自信もすぐに打ち砕かれることになった。ケイちゃんの手札を右から言うね。3、4、8、ジャック、うわ。ちなみにジジはダイヤのジャックなので。うわ、どうカードを入れ替えたって見え見えですわ。このカードがクラブなら当たってっか。うわ、鬼だ、こいつらは鬼だ。覚悟はしていたが、これほどまで圧倒的とは。レナは鬼じゃないよな。ごめんね、ケイチ君、こっちがハートの3だよね。上がり、こわー、うちも涙もない。レナやリカちゃんまで。ポイントは減点制ね。着順がそのままマイナス点。トータルで一番少ない人が優勝。では、圭一はビリなので5です。やっぱりさ、綺麗なトランプでやらないと圭一君に不公平だよ。いいな、いいな。圭ちゃんだと男だし、これくらいの逆境は跳ね返せるよね。おっほっほ、貧民風情は逃げ帰って涙で枕を濡らすのがお似合いでございますことよ。ファイト。
王です。冷静に考えろ、ケイチ。追い詰められた時にこそ冷静になれる。それが俺のカジバの力だ。時間をかけてカードをよく観察するんだ。レナの言う通り、いくつかのカードの傷はとても特徴的で、暗記は簡単そうだ。なら、この状況で考えられる、少しでも勝率を上げられる、すべての努力をしてみよう。まず、端に特徴的な傷のあるカードは、手やカードに重ね、見えないように工夫する。わ、そのカードの隠し方うまいよ、ケイチ君。その調子。他のプレイヤーの貴重なヒント発言は聞き漏らさない。全ての情報が武器だ。角が割れているのは5だったはずです。上がりましたです。カードを選ぶとき、相手の微妙な反応でも十分に参考になる。その一瞬の表情の変化を見逃さない。欲しいのは7なんだが、これかな。さてどうかしら。引いてみないと分かりませんことよ。いかにも引かれたくない、そんな表情。見えた、これだ。なんですって。スペードの7は一番分かりにくいはずですのに。そしてみんなは傷でカードを識別してる。ならば、ほら、ケイちゃん隠さない。この傷が確かダイヤの2だったよね。あれ、ハートの 5？ おお、みーちゃんがカード間違えるなんて珍しいね。違う。ケイちゃん、あんたまさか私たちを欺くためにカードに新しい傷を？ダイヤの2を偽装したというですの？あちな真似をするでございますわ。ケイチ、一矢報いましたです。やったね、ケイチ君。大前線だよ。だよ。とはいえ、すでにトータル得点では優勝ミオン、ビリは俺で確定している。ここまで来て勝ちを狙うのは無理なのか。いや、まあビリは確定だけどさ、最後にミオンから1本取れたから大満足かな。カチンとくる言い方をするじゃないの。よし、きっちりした形で白黒つけようじゃないのよ。望むところだぜ。なら一騎打ちしようよ。ワンチャンス。勝てたらケイちゃん1位で、私ビリの大逆転。どう、乗るでしょ。かかったな。優勝者ミオンを挑発することによってしか引き出せない逆転チャンス。上等だぜミオン。ルールを説明しろ。この両手にある2枚のカード、どっちがジョーカーか当てたらケイちゃんの勝ち。今後ろに回した時、ジョーカーを抜いたってことはないだろうな。ケイちゃんが負けたらもう1枚のカードも公開するよ。それなら OK でしょ。よし、乗ってやるぜ。さあどっち。右手のカードか、左手のカードか。どっちだろう。ケイチ君、慎重にね。ああ、もちろんだぜ。逆転の大チャンスだ。あ、左のカードは。え、ち。左のカードの傷は、俺が暗記するほんの何枚かのカードの特徴とは一致しない。だが、サトコの反応を見る限り、左のカードが何であれ、それはゲームに登場したカードだということだ。ケイちゃんは右のカードを疑ってる？じゃあ右にする？右？ミオンに挑発されるまでもなく、右が一番怪しい。けれど、サトコの反応だけで決めつけるのは早計すぎる。もっと慎重に。左のカードは…あれ？あの傷！そうだ、思い出した！間違いない！クローバーの7！ということは、残る右のカードがジョーカー。勝った。ジョーカーは右だ。あれ、どうしたの、ケイチ君。急に手を引っ込めて。さすがミオンだよ。え、ケイチさんは何を言ってるのでございましょう。だって左は。C です。ケイちゃんはどうして右がジョーカーじゃないって確信できるの？右のカードが何かは俺にもわからないさ。だが、左のカードがクローバーの7だってことだけはわかる。じゃあ、残る右のカードがジョーカーなのじゃありませんこと？
必ず左右どっちかがジョーカーという約束ではありませんの？圭一は勘がいいです。え？リカちゃん、それってどういう…クローバーの7は、さっき俺がサトコのスペードの7と合わせて捨てたカードなんだよ。ミオンは捨て札を1枚拾って左のカードに重ねている。つまり左のカードをクローバーの7に見せかけている。そう、ジョーカーは左だ。初代部長として私も様々なプレイングを見てきたけど、ケイちゃん、あんたはベストだよ。ベストオブザベストオブザベスト。なでなで。あ、リカちゃんがケイチ君をなでなでしてるよ。なんだよ俺な、別に俺はインチキしてないだろ。勝ったんだ、正々堂々と。リカは慰める時にしか頭を撫でませんの。え、それってどういう…ケイちゃんならさ、ここまで読んでくれるとは思ってたよ。なんか、クローバーの7にダイヤの2が重ねてある。う、裏の裏を書かれた。深読みなどせず右を選んでおけば賭けだった。ケイちゃんがおてんばさんの早とちりだったなら負けてたのは私だった。部長、園崎ミオンの名において前原圭一、我が部への入部を許可する。ははー、おめでとう圭一くん。おめでとうでございますわ。おめでとうなのです、圭一。これにて決着。本日の優勝は私、園崎ミオン。栄えあるビリは前原圭一。ふぅ、まあ負けたけど全力を尽くしたからな。今の気分は爽やかなくらいだぜ。みーちゃんが後ろ手で細工した時、またやるんだって思ってドキドキしちゃった。圭一さんが正解に触れる直前で止まった時にはかかったって思いましたわ。え、ちょっと待て、お前ら全員最初からミオンのトリックを知ってて、あんなに真剣に盛り上がってたのか？楽しくなるようにみんなで盛り上げましたですよ。人出なし！お前らみんな鬼だ！さーて、ケイちゃんに罰ゲームだね。今日はケイちゃん部活の初日だし、顔面は勘弁してあげるとしよう。いきなり登校拒否になられちゃ困るし。じゃあみんな、ケイちゃんの上着を脱がして脱がして。とわーかーじゃーん。それはマジック、しかも極太の優勢。では参りましてよ、ケイチさん、お覚悟遊ばせ。さとこちゃん、あんまりひどいこと書いちゃかわいそうだよ。だよ。甘いですわ、レナさん。歯医者にかける情けなんてございませんでしたよ。さあ、お覚悟ですわ。まあ、ここは部長であるおじさんから行こうかね。行くよー。